島様に、発酵のカウンセラーのね、皆さんのね、お参りに来ました。人数が今日は総勢で何名だ？44名ですね。あ、44だよ。おー、すごい。おめでとうございます。はい、このカードによってですね、発酵のねパワーを入れることができます。これで皆さんが発酵のカウンセラーになられました。今回は鹿島様、香取様、2つの、神社様、神宮様からエネルギーをいただけておつなぎすることができました。皆さん無事発酵のカウンセラーとしてこれから誕生されて、たくさんの人たちに幸せなエネルギー、そして、愛のチャクラを開いていくことは間違いありません。皆さん楽しみに待っててください。やってもらってください。これすごいワクワクハードになってめっちゃくちゃ楽しくなっちゃいます。妄想もがっちりできるようになります。あなたの人生が変わります。お近くの特約さんに行ってやっていただいてください。イエーイ、ファンタジーに